いやちょっと待って、山が違うじゃねえかおい。初猫ニコ岩、うわのも久しぶりだね。夕方やもんな。王子ヶ岳でございます。我がふるさとの王子ヶ岳。あー気持ちいい。あ、飛んでるかな。飛んでるかもしれんね。あ、そうか、そんなの飛んでねえな。あ、そうか、風がねえとダメか。はい、今日はですね、王子ヶ岳にやってまいりました。風が気持ちいいですね。今この下ではね、なんかハワイアンのコンサートやってますね。さあ、気持ちいい。いや、あれラジコンか、すげえな。おお、2個来た。紙飛行機のわけだな。おお、ぶつかるぶつかる。おお、おお、でもうまいもんだね。あ、運動だ運動。あ、そうだ、ニコニコ岩行ってみよう。ニコニコ岩。おう、スマイルロック行けるんだよ。スマイルロックのところまでね、確か。じゃあ今日今からね、スマイルロックの方に行ってみたいと思います。もうここやろ。あれ、あ、向こうか。この道から見えたら、うん、見えて見えた。草が生えてるからかな。なんかここら辺だったような気がするけどな。あ、あれだ。あ、ここから行こう。こっからやな。まあまあ、標識もなんもねえのかな。見たことねえな、スマイルは。ない。見るだけだ。まあここやろうな。何の標識もねえけど。おね。うん、よいしょ。な、二日何歩ぐらい歩くの。そんなあるかはな、車で行きおるし、うん、今頃もう工場の出入りもしょっちゅうだから。あ、そうか。パチパチおるぞ。トイレに行くぐらいか。うん、ママも最近疲れるな。おいおい、こっちか。そこで何やってんの。大丈夫。あ、ここでやってんだ飛行機。あ、すごいすごい。おお、すごい。おお、おお、すごいすごいすごい。おお、すげえトンビみたい。あれもう向こうの土地まで。あ、落ちた。自滅した。落ちてもあれか。おお、ラッチュー。一回乗ってやろうから。ああ、ああやって戻してくるんだね。初めて見た俺。いや、初め紙飛行機かと思ったけどな。いや、すごいね、ああやって。お、これもなんかちょっとニコニコしてる感じがするね。ニコニコしてる。
こっちかこれ。こっちかな。うん？あ、そうだね。あれだね。あれだあれだ。お、結構あるで。はい、ということで今からですね、ニコニコ岩の方に向かっております。さあ、ニコニコ岩が、あ、もう見えてきました。見えてきましたね、ニコニコ岩。見えるってまだまだあるじゃん。あれだろ。お、こっか行けんのかな。ていうか、ここでええんかな。おお、こっからの目を見えるね。こっから行けんのかな。ほんまかい、これこれじゃねえんじゃねえんか、おい。あ、これか、こうか。え、これか、この下か。下降りてもしょうがないね。これ標識もなんもねえか。こうか、見てみるか。よいしょ、危ない危ない。おお、ここまあまあ近いけど。あ、そうか、そう行くしかねえか。さあ、ニコニコ岩もここに見えてますが、こっから行くのかな。行けそう。さあ、ニコニコ岩今からちょっと目指します。行けるか、そっち。なんか山が違うもんな。なんかや、ニコニコ岩が遠いぜ、これ迷うで、おい。いや、ちょっと待って、山が違うじゃねえか、おい。明らかにこっから行けません。ニコニコ岩を目指してきましたけど、どうも山が違った。向こうからか。あ、そうだね、向こうからだわ。ここから戻れる。あ、ここの岩から行けるね。よし。あ、ここ来た道か。玉の子一番上裏にね。うん。ああ、道がええな、でも。わかった。来た。気をつけないと命があるかもしれない。前昼までもおったんだから。あ、こんなとこ綺麗、あれだね。こんなとこあんだね、見晴らしがいい。うん。そうだな、最初のあそこと。こう、まっすぐ行くと何があるの、これ。なるほどね。ニコニコ岩。わあ、すごいね。わあ、ここもすごい景色がいいじゃん。全然あそこよりもいいだろ。わあ、すげえな、ちょっと。海が近いんだよ、こっちの。お、これすげえ、これ岩が。なんだろうな、これ。これ夕日が綺麗じゃねえか、こっちの方が絶対。海近いし。夕日でもまあ向こうか。そしてエアーズロック、エアーズロックじゃない、スマイルロック、スマイルロック。ちょっとこっか、こっから見ると、あのニコニコ岩の上には立てねえんだな。あれ立ったらすげえわ。立つやつもおるんじゃねえの。さあ来た、これか。さあ、初ニコニコ岩。わっ、ここまで来るとあんまりにニコニコに見えないね。はあ、いや、確かに上がろうと思えるかもしれんけど、すげえ。うわ、ここ行くね。よし、ニコニコに触ったの初めてだよ。登って怒られそうだよな、これ。怒られるか、怖いよ。年だな、おい。よいしょ。はい、うお、すごい。ニコニコ正面。ああ、正面はよく分からん。分からんね、正面。ニコニコ正面です。うわ、なんかこっちから見たら全然ニコニコじゃねえけどな。わ、すごい渋川が見えんじゃん。すごいね。このはええな。確かにね。全然いいわ。
さあニコニコ岩でございます、はあ、さあやってきました。いや怖いね、こうバックに、はい、怖い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 、もうここらへんだよね、別にこっち向けたい。さあ、はい、到着しました。いや後ろに渋川がありますよ、いつもの。いや素晴らしい、素晴らしいですね。そう、声声声。おお、だから亡くなった人おるんだよ。いや、そういうことでしょ、これ。行ったらもう落ちるだろ、もう。ああ。怖い怖い怖い、やめたけやめたけ、もう。ほんとだよ。いやいや、こっちからだよ。今日は明るいからね、ちょっと、あ、なんタンポポ咲いてる。ここ入れねえじゃん、これ。整備中で。整備中。タンポポが咲いてる。タンポポじゃねえな、これ。なんだ。なんだろう、結婚式じゃねえけど、なんかあえて、あ、上まで行って向こう降りる？あ、小島の町が見えます。何やってんだろうね。暑い。こっちからこっちが玉野なんだよ。こっちからこっちが倉敷なんだよ。だからこれ玉野青年会議所でしょ、これ。こっち、だからこっちを飼ってる人は倉敷の人なんだよ。玉野は怠慢なんだよ。それは予算の関係。そう、予算の関係。玉野経理に頑張ってほしいよ。もう裸になりましょうよ、俺は。裸になれて、斎藤がここで裸になって踊り出したら、もう、いやいや、命令されたんですよ、と。結婚式かな。渋川動物公園でまだやってんの？やっとるだろ。前何年か前アフーが逃げてね。ああ、そうか、ここほんなら渋川、上に飛びてんのは渋川動物公園かもしれんな。あそこだって、駐車場が狭い、狭いな、確かに。ここだから